方湖の中で一番面積ちっちゃくて、で、あの水月湖とほぼつながってるような感じなんですけども、ここもあの海水とあの淡水が混ざった汽水になります。ほう。で、向こうはね、ちょっとあの兜みたいに上が平らになったこうおわんを逆さまにしたみたいな山頂見えますね。うん、わかります。はい、あれがあの梅城岳、梅のあの背丈の丈とか言って梅城岳。あれがあのレインボーラインの一番最高峰。へえ。右の方からちょっとこう削ってるところとか、あの辺道路が走ってるんですよ。はあ、昔有料道路だったところなんですけど、うん、あれがあのレインボーラインって、最近ヒルクライムの大会なんかだったんです。すごいですね。ああ結構高いですね、あれ。結構高さ400〜450ぐらいなんですけど、一気に登るんで。ああ、海抜ゼロから一気に登るんで、まあまああのロケーションもいいけど坂道もきついです。傾斜が、はい、で目の前のこの半島もね、あの先端ぐらいにちょっと立ってるのは見えないですけど、でかい立ち木があって、そこ泊まり木があって、そこがあのモジロワシがよく来る場所らしいです。うーん、まあまあそういうわけでも野鳥は多いんですけどね。ただからあの辺結構小魚集まってるんやと思います。ここはあの海の魚もあの淡水の魚も共存してるん で時々鮭がね上流まで上がっていくんですよ。へ、今実は三方五湖だけで卵を産む鮭がいて、若田鮭って今ブランド鮭がちょっとずつなんですけど知名度上がってきます。まさかこんな青子でね鮭が卵を産むなんて誰も思わなかったんで、僕もびっくりやったんですけど。へ、向こうに集落があると思うんですよ。はい、あの辺までちょっとさっき言った小頭温泉の周辺の集落。なんでここがラドン温泉なのかっていうのは実は理由があって、ここ目の前水月湖っていう三方湖で一番大きな湖なんですけど、実は水深5メートルより下ってね硫化水素が溜まってて生き物を生息できないんですよ。へえ。要は下から硫化水素が上がってきて溜まっていくんですけど、まあ、要はこの下そういう火山帯じゃないですけどちょっとこうあるんじゃないかな、だからラドンの温泉が出てくるんちゃうかなと。温泉ですね、はい、うん、ここはちょっとそういうのもあって、実は生物がほとんど生息できない湖なんで、うーん、そこがねもう 8万年前から10万年前のまんま残ってるって話で、それで今その年縞いうのが話題になって、エジプトの考古学とかやってる方がみんなここの年縞と発掘したやつと比較して正確な製造 年月日が分かるように今なってきてるんで、実は考古学の中で最も注目されてる湖なんですよ。すごいっすね、はい、でこの年縞博物館っていうのは実はさっき言ったうなぎ屋さんとか道の駅の隣ぐらいにあるんで、はい、こんな感じで次まだそのね硫化水素の話の続きでね面白いところが一箇所あるんでご案内させてもらいます。
は問題の場所で、あの佐賀隧道という場所なんですけど、トンネルあるの分かります？はい。これ実はあの三方五湖で唯一海水の湖である蛭ヶ湖につながってます。で昔はこの水月湖の周辺の集落の人たちってイカ釣り船乗って、こっからこの佐賀隧道を抜けて蛭ヶ湖を抜けて日本海に漁に出てたんですよ、うん、ところがこれいつやったかな、まああの本当に20世紀末ぐらいの話なんですけど、ものすごい台風近づいて、この辺もう大雨で水位が上がって、で風と波でこの水月湖の水が蛭ヶ湖に流れ込んだんですよ。で通常であれば水深5メートル以下にその硫化水素が溜まってるんですけども、うん、やっぱり波で硫化水素が混ざった水が普通に海水の中流れ込んじゃいまして、ほう、蛭ヶ湖って実はあのフグとかハマチとか養蚕養殖してるんですよ。全滅しちゃいまして、へえ。それであの若狭町と美浜町で結果がこのバリケードなんですよ。へえ。だから今はもう一切ここ通行できないんですよ。なるほど。はい。じゃあ昔はこれがあの漁師さん の生活の道やったというところで。硫化水素は浮くんですね。あのね、浮かないんです。普通は沈むんですけど、波で。ああ。波でもう混ざって流れ込んだってことですね。はい。しかもその時水位がもう上がって、この辺はもう完全に水浸し状態。だから水月湖周辺の民家も結構あの水害には遭ってますね。すっごいギリギリでしたもんね、はい、結構